カール・ジョンソンはアメリカ合衆国の男子陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックに参加して、総幅飛びで銀メダルを獲得した。カール・ジョンソンがスポーツに関心を持ったのは、彼がワシントン州スポケーンの高校に在学していた1915年のことだった。その年に彼は国内の学校対抗選手権に出場して、 チームが団体戦デニーに入る原動力となった。その後、ジョンソンはミシガン大学に入学した。彼は文武両道に秀出た人物であり、大学の学生総会議長の職務を務めてファイベータ、カッパへの入会資格を受けながらも、1918年と1919 19年には、総幅飛びでのトップ選手のリストに名を連ね、1920年のアントワープオリンピックに、 総幅跳びのアメリカ合衆国代表選手として出場することになった。アントワープオリンピックの総幅跳び競技は11の国から29人の選手が参加して1920年8月17日と8月18日の両日に行われた。ジョンソンは予選で6メートル82の記録を出して3位となり、予選での上位6人が出場する決勝に進んだ。決勝では、 スウェーデン代表のビリアム・ペテションに続いて2位に入り、銀メダルを獲得した。成績優秀な大学生と、大学卒業生からなる、就寝会員制の学生友愛会。1776年に設立された、アメリカ合衆国最古の学生友愛会である。アスレチックス・アット・ザ・1920・アントウェル・ペン・サマー・ゲームズ・メンズ・ロング・ジャンプ。ありがとうございます。